何が起こるんやろ。ライブドアニュース2019年6月12日トランプ大統領がキム・ジョンウンの書簡を受け取る。極めて前向きなことが、北朝鮮のツンデレ手法ですね。ざっくり言うと、トランプ大統領は11日キム・ジョンウンから書簡を受け取ったことを明らかにした。書簡は極めて心温まるもので、極めて前向きなことが起こると指摘。ジョンウンは約束を守っているとし、次の米朝会談実現の可能性は否定しなかった。トランプ大統領も相当お口べっぴんなところがあるから見てて面白い。これはロイターの記事をまとめたものです。タイトルは、トランプ大統領、北朝鮮に対する CIA の情報活動に否定的考え。そうそう、マサオちゃん、キム・ジョンナムが CIA のスパイやったって記事あったよね。あれさ、ほんまに殺されたんキム・ジョンナムなんかな。お腹に入れ墨のない、なんか、いつも見てる人と違う人が死んだ気がしてんけど。日本のマスコミに出てた気さくなキム・ジョンナムって、そっちがダメやったんかな。もうよう分かれへん。ようさおるもんな、赤い国の人たち。なんか違うかなと思って検証したら、ほくろの位置はほぼ同じなんで、あれは本物のマサオなんかなっていう気もしてくる。田中真紀子が外務省をやった時に、キム・ジョンナムが密入国してきた時に、めんどくさいから返しちゃいなさいよって返してしまったキム・ジョンナムは、ほくろいっぱいで、いつも取材を受けてた人と同じ位置にほくろがあったんや。そしたら、あの気さくなマサオちゃんは、対面的にはいい人やったんや。かもしれないね。あ、ごめんごめん、めんどくさいから返しちゃいなさいよって言ったって聞いたんよ、私は。以前仕事一緒にしてた社会統計の学者がそう言うてて、私が日々ストレスを感じ、軽蔑をしていた最も地位の高い教授の先生。社会統計ってあかんねんな。なんでこいつ、こんな偉い地位まで行けたんやろ。この教授の穴探しをしたくて、こいつのせいで、いや、おかげで、政治の世界を知ることになったんですね。社会統計が社会主義インターナショナル国際組織の日本壊しの組織であることとか、この世のからくり、資本主義、共産主義、社会主義、結局猫は同じやってんねとか、マルクソ的な人とは関わってはいけない、病気にさせられるっていうことが分かりました。で、マスコミって結構気勝ってる人とか、北朝鮮系の人多いん違うかな。キム・ジョンナム、マサオちゃんをいい人っていう感じで報道してますけど、キム・ジョンイルの精子から作られている北朝鮮人であり、日本に偽造パスポートで入ってきた犯罪者やからな。あれをいい人とか思うのは間違いやで。記事によりますと、トランプアメリカ大統領は11日、アメリカ中央情報局 CIA が情報提供者を使って北朝鮮のキム・ジョンウンに関する情報収集活動を行うことは私の指揮下では起こらないと述べ、否定的な考えを示した。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルは前日、関係筋の話としてキム・ジョンウンの異母系で、お母ちゃん違う兄貴で、2017年に暗殺されたキム・ジョンナムがCIA の情報提供者だったと報道。トランプ大統領はホワイトハウスで記者団に対し、キム・ジョンウンの異母系をめぐる CIA に関する情報は承知している。キム・ジョンウンにはこのようなことは私の指揮下では二度と起こらないと伝える。キム・ジョンナムはダブルスタンダードで、中国共産党の子がいい、大使堂って言われる、中国共産党の高級幹部の指定の人たちで、特権的地位にいる者たちの集まりのところに仲良してもらってたって噂があるよね。これはもうほんまかどうか知らんねんけどね。まあ見てる分には面白いなっていう感じで、キム・ジョンナムについても高みの見物をしてたんですけど、トランプ大統領はこれまでもアメリカ情報機関の活動に否定的な認識を示している。CIA は大統領の発言についてコメントしていない。で、オバマ前政権時代に国家安全保障担当の大統領補佐官だったスーザン・ライスはツイッターに、いわゆる最高司令官についてアメリカ国民が知るべきすべてのことを
この発言が物語っていると、アンに批判した。で、CIA が、キム・ジョンナムのような情報提供者を使えなくなれば、キム・ジョンウン体制や、北朝鮮による地域やアメリカの安全保障の脅威を分析する際の重要な手がかりが収集できなくなる。まあ確かにそうやんね。で、元アメリカ情報当局者で、ブルッキングス研究所所属のジョン・パックっていう人は、電子メールで、大統領が理解すべきなのは、アメリカの安全維持のためには、CIA が情報収集分析という任務を遂行できるようにする必要があるということだ。これが幅広い外交、軍事、経済の政策、構想を裏付けることになると指摘した。トランプ大統領が選挙に勝つまでは、なんとかメイソンのお眼鏡にかなった人しかなれなかったんやけど、ちょっと方向を変えて、新たな展開になってんやろな。トップはみんな同じやろけど。いや、知らんけどな。まあ、そういう分析ができる動きになってるなって。どっちにしても損しひんようにしてはるから。いいな、利口やな、と思うわ。素晴らしい。で、一方、トランプ大統領は、キム・ジョンウンから受け取った直近の書簡について、極めて心温まる素晴らしい書簡だった。北朝鮮は大きな潜在力を持っていると指摘。トランプ大統領は昨年もですね、キム・ジョンウンからの書簡についてめっちゃ絶賛してたけど、まだ読んでないとか恋に落ちたとか適当なこと言ってマスコミをキムに巻いてるよね。今回も見てないんちゃうの。で、キム・ジョンウンはこれまでのところ長距離大陸弾道ミサイル発射実験や地下核実験は実施しない約束を守っているとし、3回目の米朝首脳会談の可能性は否定しなかった。ちっちゃいの売ったけど、そこは寛大に見てあげてるんやね。優しいね。で、彼は私との約束を守ってきた。それが非常に重要だ、と語った。あのちっちゃいミサイルは何やってんやろな。細けえことはいいんだよっていうことなんかな。ねえ、北朝鮮は5月に、キム・ジョンウンの指導下で、多連装ロケット砲と、戦術誘導兵器の発射訓練を実施。トランプ大統領は、このミサイル発射を問題視しない姿勢を示したが、大統領補佐官などは、国連安全保障理事会の制裁決議違反だと指摘していた。とにかく、トランプ大統領って現在ヤクザの親分的な振る舞いをしてるよね。ボルちゃんとかはけしからんとか言うてるけど、まあまあちょっと待ったろやないかい。今後の行いを見てやろうやないかい。懐の深さを見せつけるっていう感じ。で、極めて前向きなことが起こるってどんなことが起こるんでしょうね。また会うて吐きとかいうのが起こるんでしょうか。面白い展開を待ってるんで、トランプ大統領、面白いことしてくださいね。胸がすくこと。